渋滞してから鳴らす人、キチガイみたいに鳴らすだろうね。うん、ペッ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 。で、歩行者の人たちがうるせえなって顔で見るんだよ。そうそうそう。火事多いな、最近。レッグバンド、そこのエクセじゃない。どこ？後ろから来てる。うん、いや大丈夫。うん、動かない。うん。反対車線に直進します。車線車正確認をすぐに発進します。このまま止まっ待ってください。行けんのか、俺直進。俺が目はビビっちゃったじゃん。いや、行っていいんだよ、信号。こいつ信号無視してんじゃん普通に。俺がビビっちゃうよ。もうなんで来てんのかなこいつと思って、うん、もうダメだよ信号変わったら来ちゃう、うん、変な場所にいたとしても。これは晒しちゃう。ていうか後ろの車もなんで来ないんだろう。え、俺行っていいんだよな。いいんでしょ。なんで来ないんだろうって思ってしまうけど。でしょ。他にも後ろから来ると思ったんじゃないの救急車。事故りそうだね、ここ。こいつが事故りそう。あれ、この人右折行くんじゃなかった。うん。こいつがなんか危ないもんって。曲がるところ間違えたのか。知らないけど。行けねえしね、しかも。まあ、いつなら間違えたのか。森屋さんとこ曲がれ。うん。上のやつの仕事。いや、ちょっと様子見ていくわ。こっち側でよ。頭いいね。こういうこと考えんの。あ、変だったな。うん。変だったな。まあいいや。開けていいし。やっつけるか。頭いいなこの人も。はいはいはい。こういうのでいいんだな。なんかあったなこういうの。
ち込んでるのかな。もう多分飯も食えないじゃないこれ。なんで？いけるかな。うん、だって別に6時過ぎって言ったし。うん、別に大丈夫。うん。慌てなくて。慌ててはないけど。あなたも行くんでしょ？どこに？職場に。うん、まあちょっと一旦なんかこんなことになってんなら行かざるをえなくない？うん、と思っちゃったよ。でも私が変に行くことによって余計にみんなのね店長へのヘイトがたまるだけなんで。しますって言ってた気がしたんだけど、昨日じゃあいいのかと思って、じゃあお願いしようみたいな感じで、うん、やっぱ会話通じない人なんだね。自分の中で勝手に、心の中で思ってなんか、あれ関係しないけど、ちょっと出てくるの思ってるせいなのかもしれないけど、ちゃんと伝わってないんだよ、周りに意図が。きっと私がその解釈を勘違いした解釈したのかな、きっと店長がやるみたいな発言は違う意図だったのかな。6時までに行けば多分誰かすらいるよ。あ、6時までは仕事だから、あの人たち。これだったら駅前の方がいい。あそこの家も行けるし。何なんだ。やっぱ夜勤なのかな。考えすぎそれは。たまたまバカの思考がバカの判断によってあなたが、巻き添えになっただけと思うかもしれない。巻き添えになって周りも一緒に巻き添え食って、全員巻き添え食ってんの、うん、毎度みんなして巻き添えになって食らってんのな、ね、そしてよりそうみんなが平等があって自分買わなきゃって言う。そうそうそう、まあ、本当にそうだろうね。もう私今回のことでちょっともう無理だと思う。運が良かったって思うには全然いいと思うよ。運が悪かったって思うのは本当バカだと思ってる。そうするとだんだん沈んでいくから。沈まされるわ、あんなんされたら、まあ、だからバカの心理によってあなたは振り回されただけだって思ったから。